こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、パパとママは脳が違いますよね。はい、女性は男性を見てて意味わからんって思うし、で男性は多分女性を見てわけわからんって思ってるし、もうお互い様なんかなとは思うんですけどもね。だけどそんな中でもお互いを思い合ってすごく素敵にね、夫婦を築いていってるお手紙をいただきましたので、ちょっとご紹介してみたいなと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。はい、ではいただいてるほっこりするお手紙を読みますね。どうしても動画を見ているパパさんたちに伝えたいことがあるんです。私の夫は長男出産後、仕事が休みの日は夜中にミルクをあげてくれたり、おむつを替えてくれたり、寝かしつきをしてくれたり、本当にたくさんいろんなことをしてくれました。ですがさらに次男出産後、とんでもないことが起こりました。長男の時はちょっとの泣き声では起きなかった夫が、次男が夜中に泣くと私より先に起きたのです。夫の成長にとてもびっくりしたのを覚えています。長男の時と同様、仕事が休みの日は起きてミルクをあげてくれていました。さらにさらに、ここでもとんでもないことが起こりました。ある夜、今日は泣いたらミルクをあげるからいいよと言ってくれて眠りにつきました。私はその日、目が覚めると朝になってました。これはやばい、夜中に次男が泣いてないと思い、とっさに夫を起こし、ねえねえ次男起きてないと聞くと、3時ぐらいにミルクあげたよと。そうなんです、そうなんです、私は次男が泣いたことに気づきませんでした。母親というのは不思議なもので、子供が生まれるとどんな小さい音でも目が覚めるように改造されているんですよね、久子さん。それなのにその日私は気づかなかった。そんな自分自身に驚いたのと同時に、夫のことをとても信頼してるんだなと思いました。そんな夫は仕事の日でも次男が泣くたび起きてくれて、ミルクでいいならあげようかだとか、大丈夫だとか、授乳を終えて寝室に戻るとありがとうと言ってくれます。その言葉たちにどれだけ救われたか分かりません。その一言があるとないのとでは全然違います。おかげさまで産後うつも産後クライシスもありません。パパたちに伝えたいです。たった一言でいいんです。ママたちに伝えてあげてほしいんです。お仕事も大変だと思います。だけどたった一言、ありがとう、この一言があるとないのとでは全然違います。産後のメンタルの安定はパパの言葉だと個人的には思っています。私が偉そうに言って申し訳ないですが、もちろんお互い様ではあると思います。でもお互いに思い合えたら本当に素敵ですよね、というお手紙でございます。めっちゃほっこりしますよね。なんかね、聞いてるだけでなんかもう幸せな気分になるよね。ね、これは理想やなと思いますね。このお手紙のね、ママさんのね、旦那さんはすごくできた旦那さんやなとは思うんですけどね。まあ、彼はすごいあうんの呼吸で彼女のね、フォローができてて、みんな男性がパパたちがこれと同じことができてるかって言われたら、それはできなくて当たり前だと思うんですね。まあ、このお手紙を聞いてね、うちの旦那と比べてですよ。ほら、こんな旦那さんもいるのに、うちの旦那は何もせえへんやんって比べて、はあ、いいなとかにはならないように、そこじゃないですよ、伝えたいのはね。これはこの人は、この旦那さんはちょっとイレギュラーにすごい人やと思ってください。こういう人もいるけど、でもこれはなかなかこの努力でできるものではなかったりもする。女性はいろんなことを同時にするっていう力を持ってます。電話しながら掃除できるしね、掃除しながら子供に食べさすこともできるしね。でも男性は子供にご飯を食べさすってなったら、もうそれしかできません。他のこと同時進行できません。不器用やな、なんでって思うけど、できません。でそこをね、女性がそれを同時に器用にいろんなことをこなせるから、あなたもできるよね、なんでできないのって言ったって、男性はできないように作られてる生き物だからね。
これいつも言いますけどね、昔々マンモス、ゾウ、あのイノシシなんかとっとった時に、女性たちはその集落に残ってみんなで協力しながら、いろんなとこに 目配り気配りをしながら子供たちを見て待ってたわけですよ。で男性は漁に出かけて、その獲物を見たらもうそれだけを集中して見て、それを仕留めることにめちゃくちゃ集中力使います。そうなった時に周りのこととかいろいろこう見えちゃったら獲物逃げるでしょ。だからそこにグーって入って、この辺見えないような仕組みに脳が使われてるんですよ。これはもうあのおのずと生物学的な男女の、今ジェンダーフリーとか言われてますけど、そうなんだけど、社会的にはだけど、人間が持ってる生き物としての本能で考えた時には、生物学として考えた時には、この脳の男女の違いっていうのはこれは間違いなくあるんですね。そこをまずね、理解していかんとあかんのかなって。もちろん社会を営んでる人間というね、賢い高等生き物だから、はい、そこはだから本能なんだから、しゃあないやん、できひんねんから、しゃあないやんではないから、その女性みたいにできひんねんけど、そこに対してじゃあせめて社会的な生き物としてできることは、自分はできなくても、そのできてる、やってくれてるママに対してありがとうって、僕はできひんことをしてくれてありがとうっていう、その一言ですよね。それが言えるか言えないかっていうところで、私たち女性の気持ちは大きく変わるわけですよ。このパパみたいにもうすごいパッパッパッパ動いてくれて、夜中もパッと起きてミルクあげてくれてっていうことが、できなくてもいいのよ。それをしてくれたら、まあ最高ではあるんですけどね、そこじゃなくて、できなくてもママが一生懸命それをやってることに対して、で自分ができないことをやってるママはすごいなと、そこを、ね、尊敬して信頼して感謝してっていう、その気持ちを持つことっていうのが人間としてできることなのかなって、社会っていうものを営む人間ができることなのかなと思うんですよね。そこをこの旦那さんは全部ね、行動としてもできて、それだけでもものすごいんですけど、そこにさらにママがやったことに対してありがとうの言葉を言えるっていう、もうすっばらしいの二乗っていうね、旦那さんやなと思うんですけどね。ぜひね、動画を見てるパパさんたちに伝えたいってこのママさんがおっしゃってましたけど、見てくださってるパパさんたちいらっしゃったら、ぜひね、積極的にちょっと意識をして、ママにね、ありがとうな、いつもなって、頑張ってくれてなっていうような、やって当たり前やんではなくて、だって俺はどうせできひんしではなくて、できるできひんじゃなくて、やってるママに対してその行動をありがとうって素直に言えるっていうところが重要なんであって、それを意識的にしてもらえると、本当にね、産後うつとか産後クライシスとかいろいろあるけど、ホルモンが変わるっていうことはみんな変わるから間違いなく変わるんだけど、でもそこにそのメンタル面での癒しっていうものが乗っかった時に、出さなくていいクライシスは抑えられたりっていうことになるんですよね。それにのスイッチを入れずに済んだりもするんですよ。これ本当にパパのこういうちょっとした一言でママの状況ってめちゃくちゃ変わるし、パパにかかってると言っても過言ではないのかなと私も思います。なかなかね、声に出してありがとうとか言うのってちょっともうプライドが邪魔してよう言わんわっていうね、人褒めんの苦手やわっていう人たちもたくさんいらっしゃると思うし、その気持ちはすごいわかるんですけどね、少しこう文章でね、 LINE とかでそういうのをありがとうって、いつもありがとう、いつもあんまり言われへんねんけどありがとうって、恥ずかしいから面と向かって言われへんけど LINE でなとかでもいいと思うし、うん、なんかの方法でそのありがとうをね、ママにね、こう示せるっていうのをしてもらえるとすごいありがたいなって思いますね。お互い様やし、パパが仕事頑張ってんのも分かってるって、これママもすごいんだよね。自分が言うてもうて嬉しいっていう自分主体ではなくって、パパだって頑張ってる、それも分かってる、お互い様やから、私もパパに対してありがとうっていう気持ちを持たなあかんっていうね、ママすごいですよね。これね、その相手のことにも気持ちに寄り添って、自分が何をしてほしいかばっかりじゃなくて、私が相手のために何ができるかっていう、相手の立場に立ったものを考えられる、そういうママだから、きっとこのパパもそのママに対してありがとうが言えるんやろうなと、これ相乗効果ないのかなと思うんですよね。ママが私が私しか見えへん、私が正義や、私の価値観が全てや、だからあんたたち私に合わせろって、合わせてくれへん、私と考え方と違うものは排除ってね、そういう態度でいたら多分周りもついてこないですけど、彼女自身がね、ちゃんと受け止めるって、これこそ多様性を認めるってやつですよね。自分とは違うものを、そこにあるものを認める、それを受け入れるんだよね、認めるっていうこと、それができる彼女やから、彼もそういうあったかい気持ちで接してくれることができているというね、2人ともすごい素晴らしい夫婦なんやろうなっていうふうに思いました。ここ
からは私ママたちに伝えましょう。育児本当に大変やし、情報社会の中ですごいなんかしんどい、生きづらい世の中やなって思います。そんな中で一生懸命、よく分からへん未知の世界のね領域に人間を一人二人育てていくっていう大きな大きな仕事をしているママさんたちは本当に頭が下がる思いです。よく頑張ってるなって、ありがとうなって本当に思います。頑張ってるママさんね、そこは私、お互い様やがねこれ頑張ってるのを認める。でもパパも頑張ってるんだよ。ママから見たら足りてない、たにゃってなるけど、パパはパパなりの価値観の中で一生懸命ママの力になりたいと思ってやってるわけですよ。私たちから見たらそれは足りてないけどね。私たちは器用にできる生き物だから、パパたちは一個ったら一個しか見えないから、ママから見たらもう全然足りてないし、それはありがとうのにも値せえへんわって思うかもしれんけど、これはもう本能的に脳が違うわけだから、そこに対してはそれを理解して、やっぱりパパが一生懸命頑張ろうとしている、それを示そうとしている足りひんけどっていう部分に関してありがとうっていう気持ちをママも持つべきかなって思います。本当に手紙に書いてるお互い様、お互いがお互いを思いやれたらいいですよねって最後締めくくってくださってましたけど、本当にその通りだと思います。すっごく基本的な、でも当たり前なんだけどめちゃくちゃ大切なことをもう一回こうやって改めてみんなと一緒に考えるね機会を与えてくれるお手紙をくださったことに感謝します。どうもありがとうございました。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。沖縄県久米島、太陽光の届かない深海612メートルのピュアな海洋深層水をベースに作られるマシュマロは体が喜ぶミネラルたっぷり。さらに南国沖縄の自然素材を加え、家族の健やかな肌のために無添加仕様で安心安全。商品のご購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。